東京スケートラウンジさんプレゼンツ、ショルクライナーにあるデモンストレーション用意しております。かっこといってもね、まだまだサッカー野球ほど競技人口が少ないながらも、まあ、見ての通りね、ジュニアの選手が非常に多い種目になっております。まあ、記憶にも新しいんですけども、14歳、最年少の女の子西矢椛選手がスケートボードで真夏の大冒険ってね、アナウンサーの方が言ってたのを思い出しますね。ただ男子ストリートの種目の中でも今ね、すごく有名